ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙私ね、最近あることにハマっているんだけど。また何か新しいこと始めたのか。それはね、小説を書くことよ。霊夢にしてはいい趣味じゃないか。そうでしょ？夏目漱石も最初はストレス解消のために書き始めたらしいし、私も軽い気持ちで書いてみようかなって思ったわけ。なるほどな。で、どんなことを書いているんだ？それはもちろん世界が滅亡する話よ。なんていうか、急にそんな恐ろしい話を書くなよ。もっと猫を題材にした話とかの方がいいと思うぜ。下手すると禁書に登録されてしまうぜ。それはないわ。この国には表現の自由があるのよ。そんな禁書になるなんてことないわ。ところが、実際にアメリカでそんなことがあったんだぜ。え？そんなことがあったの？今日はアメリカの情報機密機関、CIA の話をしていこうと思うぜ。アメリカの情報機関の CIA は知っているだろ？映画でしか見たことないけれどね、実際には何をしている機関か、よく知らないけどね。CIA は中央情報局で、世界中から国家安全保障に関する情報を収集し、処理し、分析することを任務としているアメリカの情報機関だぜ。実際、どれくらいの秘密を隠しているんだろうね。私の秘密なんて、料理の隠し味くらいしかないけどね。そんな秘密、誰も知りたくないだろ。そんな CIA は、2013年の6月に、機密文書のうち、15万点の文章が機密解除されて、公表されたぜ。15万点も隠していたの？しかもこれは一部だから、さらに隠していることになる。どんなことを隠していたの？というかここまで来ると秘密結社みたいね。イルミナテより秘密結社しているぜ。機密扱いから外されたのは、政治的な古い情報文書や、軍事レポートなどだぜ。思ったより、普通というか、まあ機密に指定してもなんら不思議のないものね。ただ問題はここからなんだぜ。なんと、ある本が機密に指定されていたんだぜ。もしかして、私の書いた本が。それではないんだぜ。1965年出版の、ちゃんとおます著者の、アダムとイブの物語、という書籍が機密文書に指定されていたんだぜ。なんか普通の小説にしか見えないけれど、これが一体なぜ機密扱いにされてしまったの？内容としては、大洪水の再来や終末世界のことなど、聖書に書いてある内容を、自分流にアレンジしたもので、小説という普通に見たら、何らおかしくない一般的な書籍だったんだぜ。なんでそんな普通の本が、CIA によって禁書に指定されたのか、ますます謎ね。何か暗号でも隠されていたのかしら。暗号じゃなくて、実は本当のことを書かれているからと言われているんだぜ。本当のこと？本当に大洪水や世界の滅亡が起こるということなの？そうだぜ、その内容が世界を揺るがしかねない真実だったという可能性だぜ。アメリカでも日本でも基本的に、表現の自由が確保されているんだぜ。そうね、何でも禁止されてしまったら、創作物なんて誕生しなくなってしまうわ。だから一般小説家が出した本が、機密文書になるのは非常に稀、レアなケースなんだぜ。出版物の検閲や、制限をかけることは憲法上禁止されている行為なんだ。でもこのアダムとイブの物語は機密指定されて、一般的には流通しなかったんだ。そういえば、このちゃんとおますさんは一体どんな人なんだろう、そこに理由があったのかな。いい線言ってるんだぜ。1960年代にこのトーマスさんは、何冊か執筆していて、本の中で、イエス・キリストの解釈についていろいろ語っているんだぜ。イエス・キリストの解釈？神様でいろんな奇跡を起こして、人々を救って、最後貼り付けにされて死んで、復活するみたいな。霊夢の今言ったのが、キリストの一般的な解釈だぜ。神様の子でもあるし、神様でもあるというのが、世界中で多くの人に認知されている一般的な解釈なんだが、トーマス氏は、キリストはインドで25年間、仏教僧から科学技術や知識を学んだ、科学者だった可能性があると主張したんだ。かなりぶっ飛んだ話ね。そもそも神様でもないし、ただの科学者だったという話ね。CIA もかなりぶっ飛んだ内容で、びっくりしたんだと思うぜ。そうね、それだと仏教とキリスト教はかなり近しい存在になってしまうし、それが本当なら、キリスト教世界の世界観が崩壊してしまうわね。でもそれが本当だとして、キリストはどんな科学を学んだのかしら。一説によると、キリストはピラミッドの作り方を学んでいたんではないか、という説があるんだぜ。ピラミッドの建造方法には未だ謎が多くて、ある説では超能力が使われていたという説もあるんだぜ。普通に考えると、測量技術と建築技術が、現代技術であるから不可能だものね。GPS も重機もない時代に、あんな巨大建造物を作るのは非常に困難なんだぜ。つまり、イエス・キリストの超能力、奇跡の根源はインドで得したんではないか、という話なんだぜ。さらにイエスの仏教僧としての活躍を伝える、聖一茶伝というものもインドに伝わってるぜ。全然私たちの知っているキリストとかけ離れているわね。
さらにトーマス氏の経歴を調べると、アダムとイブの物語に書かれている。大災害の到来とは予言ではないのか、と言われているんだ。なるほどね。でも予言であっても、それだけで禁書に指定されるのは変だよね。トーマス氏は1960年代に活躍した小説家という、それ以前の経歴は謎に包まれた人物で、実は CIA のエージェントではないか、という説があるんだ。CIA のエージェント?だとすれば、機密文書に指定されてもおかしくはないわね。そしてトーマス氏には、CIA の内部にも協力者がいたんじゃないかということだ。つまり、その二人、もしくはそれ以上で情報を集めて書いていたということ？そういうことだぜ。そして巧妙にメッセージを隠し、わかる人には、ある種の信号のようなものを出していたんではないか、と考えることができるんだぜ。そして、それに気づいた CIA が、禁書に指定して流通するのを防いだと考えられているんだ。なるほどね。そうなってくると確かに危険な文書になってしまうね。さらに、マクドネル・ダグラスという、アメリカの航空宇宙企業で、UFO 研究チームの一員として、囲われていたという噂もあるんだぜ。それは国家の情報の統制が入る領域の、情報も抱えてる可能性があるわね。当時の上司であるロバート・ウッド博士は、地球外生命体に遭遇したことがあると、言ったことがあるそうだぜ。完全にヤバい人だね。でも、それも私たちの常識で考えるからそうなるだけであって、実際は、そうなんだぜ。トーマス氏のアダムとイブの物語の中では、キリストが現世を離れ、天界へと昇っていくという、キリストの昇天という聖書のエピソードのことを、宇宙船によって、連れ去られているんだという解説をしているんだぜ。でもその可能性の方が高いわね。キリストが神聖的な力によって天に昇ると言われるより、宇宙人によって連れ去られたと言われた方が、まだ理解できるわ。どっちにしても超常現象に変わりはないんだけどな。さらに地球外生命体と人類の間には、古くからつながりがあったと確信していたんだ。彼は人類の成り立ち、宇宙人との関わりなど、おおよそ世の中では知ることのできないことを、知ってしまったんだぜ。一歩間違えたら消されてしまいそうなレベルだね。そして、CIA が機密文書に指定していたものの中で、実際に、UFO の目撃に関する調査報告書や、地球外生命体の存在をほのめかすものなど、宇宙に関する文章も数多く存在しているんだぜ。そんなものも存在したんだね。宇宙人に関することまで、国家が隠していると思うと怖いわね。トーマス氏が一般的には知られていない情報を手に入れても、不思議ではないってことだぜ。つまり、その秘密がトーマス氏の本には散りばめられている可能性が高いってことね。その通りなんだぜ。この本の中には、キリスト教の予言が記されていて、それはどんな文献にも載っていない、キリストの予言が書き記されているんだぜ。それは一体どんな内容なの？それは、インドで科学を学んだキリストは、いずれやってくる人類の災害を予測し、終末の時のために備えておくよう人々に伝えたということだぜ。終末の時？トーマス氏は、キリストは最後にある予言を残したとしているんだぜ。私は気を失いつつある、暗闇が迫っている、という予言だぜ。全然わかんないじゃない。まあまあ、暗闇とはキリスト教では、人々の恐れや不安、失望を意味するぜ。つまり恐ろしい何かが、すぐそこまで迫っている、ということを伝えたかったということ？そういうことになるぜ。しかし、このことは具体的にはわかってないぜ。そして、このアダムとイブの物語には、まだ機密の部分があるんだぜ。まだ機密の部分があるの？そうだぜ。未だに未公開の部分には、このキリストの伝えたかったことの、解釈が書かれている可能性が残されているんだぜ。50年以上経っても、一部しか公開されていない書物というのは、それだけでも面白いわね。さらに、トーマス氏はアダムとイブの物語の中で7000年に一度やってくると言われている、ある出来事についても触れているんだぜ。7000年に一度やってくるポールシフトは、生物を絶滅させるレベルの災害を起こさせるんだぜ。生物が絶滅する災害が起こるって、すごいわね。旧約聖書に書かれている大洪水も、このタイミングで起こったと言われてるんだぜ。なるほどね。さらに、太陽系が銀河系の中に存在する、空白地帯の近くを通るときに、地球の環境に、深刻な影響があると言われているんだぜ。それも7000年に一度だと言われているんだ。トーマス氏はこの大災害の周期で文明が生まれ、滅びるというサイクルを繰り返していると考えているんだぜ。なるほどね、聖書はこの大災害のことを、暗示しているということね。だから、人類の始まりを指す、アダムとイブをこの本のタイトルとしたと思うんだぜ。つまり、キリストが予言した暗闇こそが、大災害による人類滅亡の可能性を、伝えたかったんじゃないか、と考えられているわけだぜ。その大災害が起きるのが、ポールシフトということね。そういうわけだぜ。それで、そのポールシフトって一体何なの？ポールシフトとは、惑星の地軸がずれてしまうことだぜ。惑星の地軸がずれるというと、
回転のバランスが壊れて、地球環境が変化するということね。そういうことだぜ。ちなみに、これは序の口で。最悪、S 極と N 極が反転する、地磁気逆転が起きる可能性もあるんだぜ。なるほどね。地軸がブレるだけでなく、S 極と N 極が逆転すると、気候は一気に変動しそうね。つまり、トーマス氏は7000年に一度、地球が天の川にある空白地帯を通過することで、ポールシフト、地磁気逆転が起きるのではないか。その結果、生態系、気候に深刻なダメージを与えるのではと考えているんだ。なるほどね。通過するたびに起こって、人類やその時の文明がそのたびに滅ぶのね。ポールシフトに関しては、他の研究者も危惧しているんだぜ。そして実際に起こった時は、ノアの箱舟の物語のように、地球規模で大規模な洪水が起こり、我々の文明を飲み込んでしまうのではないか、と語っているんだぜ。実際に、2004年には、ポールシフトが起きた可能性があるとされていて、インドネシアのスマトラ沖地震、その際に、ほんの少しだけポールシフトが起きたとされているんだぜ。つまりほんの少しのズレでも、大地震が起きてしまう可能性があるってことね。反転したらと思うと、大きく動いたり、反転してしまうと、ノアの大洪水が起きてもおかしくないってことだぜ。そして NASA の火星探査計画、名分計画の主任研究員、コロラド大学の、ブルース・ジャコスキー氏は、今地球は間違いなく、磁場の反転に向かっていて、ポールシフトが起これば、最大200年もの間、磁場を持たない状態になり、太陽の放射線が直接降り注ぐ。その後地球は、数十億年前に太陽風を浴び続けた結果、大気と水を失った火星と、同じような環境になるだろう、と述べているんだぜ。つまり、もう着々と人類滅亡に向かって、私たちは進んでいるってことだね。どうすることもできないじゃない。そういうことだぜ。つまり、火星移住計画も実は、要人だけで、暮らす計画の一つなのかもしれないわけだぜ。なるほどね。地球滅亡の小説を書くのは少しやめましょうかね。なんでだ？私も、もしかすると禁書指定されて、拘束されてしまうかもしれないじゃない。それはないぜ。大体お前は CIA でも MI6 でも何でもないじゃないか。だから、安心して売れない小説を書いてもらって結構なんだぜ。売れても絶対何もおごってあげないんだからね。はいはい。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。